はい、こんにちは。アンサーの時間です。私、原が進行していきます。よろしくお願いします。11月14日の土曜日、えー、11月ももう10時に入りました。早いものでございます。はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797-fmgui の 1.com、または fmgui の1ではツイキャスト YouTube での 映像と音声のネット配信をしています FM 技能1のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください Twitter の方も連動していますのでたくさんツイートしてくださいよろしくお願いしますはいこんにちはえもうそろそろクリスマスが近くなりましたけどう、ね、どうですかクリスマスのサンタさんへの予約は始まってきましたかまだですねまだですか、はい、私の職場では早速 サンタさんにいろいろ予約が殺到してきているようです。ね、はい、サンタさん忙しいですよね。もう財布見たりね。はい、チラシ見たりね。ね <laughs> ねこのラジオ、小さい子みんな聞かん方がいいと思うんだけどね。わかる？サンタさんはお金ない時もあるんだよ。気をつけてね。<laughs> そんなことしたら何か怒られそうだからやめといたと思います。はいということで、えー、秋になりました。でも冬になるのかな。ねコロナの方もどんどん増えていると思うんですけどどうですかねこのなだこの職場とかの環境は環境もう家から出ないですかね。うんそのままでございますね。はいあとは家で踊るしかないですね。踊る。はい。 そっか何を踊ってんだろう、ね、USA ぐらい古いですね <laughs> そうなんですか <laughs> USA は今保育園地形に踊るぐらいだね <laughs> そうなんですね <laughs> じゃあ次考えてみます <laughs> ありがとうございます <laughs> ということで、えー、そうですね秋ですからまあ美味しいものもたくさんあると思うんですけど まあこの時期だと一番いいのがねこの秋の味覚を味わうっていうのも楽しいですよね。秋の味覚といえばまあわざと野菜を育てて子どもに食べさせるとかね,ね食べかめかめって言っても噛みませんからねもう大変です子どもに野菜を食べさせるっていうことはね。 あと5分たつのあと23あと2分ぐらいかな、うん、ありがとうございますということでえっ、ー、と一応絵本の方ですねちょっと歌の方挟むと思うんですけどお話ししていきたいと思います皆さんこの冬の絵本といえばそうですね今だと14匹のシリーズの 雪のシリーズも名前がと忘れしちゃった面白いですねで雪だるまとかの絵本もあると思うんですけどこの時期って何か見せる絵本とかありますかね絵本、はい、クリスマスの本しかないですよね <laughs> クリスマスですかクリスマスですよまあ普通はそうなんですけどねまあ教育関係やってる人はそこに走るとねずるしてると言われるんですよ <laughs> 何を吹いてるんですか <laughs> 分からないでしょう <laughs> 絵本をやる時にはどういう意図でどんなふうに話すかと可愛く喋るしかないよね、はい、そう可愛く喋ってもね、うん、サンタさんの見せたら子供はプレゼントしか頭に浮かばないでも大人は酒と、ね、チキンしかないですよねはい。うん

沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ夕方になると美味しそうな夕飯の匂い毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ夕方4時から空いてるよみんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ ギノアンヒルズ通り究デイ語通りにはいろんなお店がショッピング、カフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノアンの楽しみ方がきっと見つかるギノアンヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道ギノアンヒルズ通りに遊びに来てねはい1曲目ですねあいみょんの裸の心でした。 えーっと私は何を話していたっけ絵本でしたね。ど忘れしてた。えー、っと、<laughs> クリスマスといえばそうですね。普通はサンタさんと思うんですけど、それ以外にもあのシリーズものの絵本で、冬の絵本とか結構ありますので、皆さん読んでみてください。えー、っと、自分のおすすめは何でしたっけね。 絵本じゃなくて紙芝居も結構面白いですよ、はい、紙芝居ってちゃんと見たことありますないです紙芝居ってリアルな写真のやつがあるんですよはいあれね今見たら結構えぐいですそうなんですか <laughs> 作られたのは昭和とかなのでねあ<ー>今の平成とか令和にはないねちょっと あのね、結構攻めた内容が多いです。<laughs> <laughs> でも、自分はそれが基本的に好きなんですけど、<laughs> はい。冬の絵本、皆さん探してみてください。サンタさん以外のを見つけるのも面白いと思いますよ。はい、はい、ということで、次はですね。何かありますか？<laughs> 何かですか？はい、何もないですね。<laughs> 早いですね。はい <laughs> ということで、<laughs> えっと、お相撲、正代、正代さんが、新大関、正代さんが大怪我しましたね。この大怪我したのを見たんですけど。はい、本当に新大関って大変だなと思いました。頑張らないと認められないし。い頑張ったら大怪我するし。どう思います。お相撲さんになりたいですか。いや、大丈夫です。大丈夫ですか、はい。あの、もうちょっと年いったら。<laughs> 年いってやったら死にますからやめましょうか。らね <laughs> <laughs> ということでこのお相撲さんなんですけど <laughs> 自分が気になったのはねどんなどんなどのくらい大きい人がいるんだろうということで今現役で大きい,<ー>大,きい大きいと横に大きいっていうのは3 3 0ロ三3 5 0かの方が いますよね。うん、ジョニー男女にいたんじゃないな。えー、結構上のくらいですね。うん、ですけど、この方があの土俵に上がれないと。<laughs> 重たすぎてですか？重たすぎて上がれないという人がおります。<laughs> 大丈夫かいなと思うんですけど、<laughs> ということで調べてみるとえっ、ー、と1番身長が高い方がですね。それも初代の横綱で。 名前が赤城嘉之さんか。2メートル52センチだったそうです。大きいですね。で、これがあのい,いわゆる巨人病っていうやつですね。<ー>はい。ちなみに世界で一番背の高い巨人病の人が3メートルを超えまして。 この方はこの巨人病のせいで心臓とかなんか患って亡くなっております。はい、はいで。世界一大きい赤ちゃんも巨人病の夫婦から生まれておりまして生まれた体重が確かね10キロ以上だったと思います。すごいですねで。今だと第3歳児ぐらいの大きさかな。 それが60年70年ぐらいのアメリカかなそこの方でおりまして <えー S 1> はいめちゃめちゃ話それていつもこれで困るんですけどえとこの叶助さんがですねもっとすごいのが基本の48手を考えた人,人ではないかと名前を残してるそうです。わ <えー S 1> かります相撲の48手 わからないですね。相撲の48手でね、一番あの厳しいのがね、はい、お相撲さんを持ち上げるっていうのがあるんですよ。<ー>肩車だったかな。肩車。あの<ー>キャメルクラッチみたいに持ち上げるんだそうです。どうしてそれで負けかというと、はい、足がついていなくて相撲ができないということで負けたそうです。 でそのキャメルクラッチを持てずに後ろに投げるとイゾリとか一本背負いとかいろいろあるんですけどこの方が基本的に48手を考えたみたいですね。うん、ということはあの今のえんえんんあの身長低い人163ぐらいしかない人と 1m ぐらいの差があるんですよね。はい すすごいですねあんだけ太っているのに。はい、<laughs> で言いますけどだな誰だったかなお相撲さんでね一人すっごい力持ちの人がいてこの人を病院で調べてみると体の中身はあのオリンピック選手並みだそうです。ねこれ何かありましたよね。ニュースであのー <laughs> えと今現役ですよねね名前忘れた、ね、この人大関ぐらいか、うん、この人でも大関とか横綱ではないんだけど本当に力ではトップレベルって言ってから調べてみるとねもう体の中は本当にトップ <laughs> 本当オリンピックのアスリート並みということでお相撲さんの凄さっていうのが <laughs> ありました。<laughs> <laughs> っていうことなんですけど、本当はね。歴代をちょっと言いたかったんですけど、いざとなったらその歴代が出てこないので諦めました。すいません。えっとあと何分ですかね？あと全部で8分8分ですか？じゃあ2曲目行きましょうかね。マリーゴールドです。お願いします。えっと絵本と相撲とまあ話していましたね。 でとりあえずじゃあ次は制作ですか。えー、っと手作りおもちゃうん今からだとコマとかでもいいんですかね。コマって結構作るの簡単ですよ。ダンボールを円,円に切ってそれを23枚重ねまして、はい、そのど真ん中に細い棒を刺す。 コマの出来上がりです <laughs> <laughs> そうなんだそれ,それだけです,すごい。は意外と簡単にできるんですよで、どんこりとかでも作れるんですけどはい。たまに虫がいるので虫嫌いは気をつけてください本当 <laughs> 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 だ <laughs> ということです えね、何をしゃべってるかわからないんですけどねまあ秋といえばいろんなものもありますのでまあまた来週もねいろいろやりたいんですけどまあ自然のものといえばあの葉っぱでやるお面作りもいいですよね。黄色くなったねでっかい葉っぱを目鼻口切ればね。ということで。 もうそろそろもう終わりになります。今日は久しぶりにですね、私の相方の夫婦が来ております。<laughs> はい。名前は恥ずかしくて秘密だそうです。よろしくお願いします。いますはいということで、今週の放送ももう少しで終わります。あと30秒くらいですかね。はい。 たはた様くなったりもするんですけど、皆さん体調の方はどうですか。体調あ、うん、もう全然大丈夫ですね。元気そうですね。はい、寒いの大好きなので。ああ、それは良かった。はい、うん。寒いの好きか。大好俺は信じられ。逆 <laughs> に夏が嫌いですね。あ、はあ、そっか。<夏>それはちょっと太めの人の言う言葉だね。<laughs> <laughs> そうなんです。<laughs> まあでもねえっ、ー、とどっちにしてもこの時期が一番の感想が気をつけてくださいお水もしっかり飲んでください熱中症今が多いですからね気をつけてください、はい、では今週の放送も終わりますでは私原とかよちゃんが放送しましたではまた来週皆さんお元気で